抑えるグリップしてるんですよ。合ってます。いやいや、合う合わないっていうのはないと思いますよ、はい。まあ、5本グリップで、掴むようなグリップをするのはやめた方がいいと思いますよ、はい。あとは何でもありだと思いますけどね、はい。さあ、コック、ヒグヒグサンドなりましたか。あー、はいはい、樋口選手、樋口選手負けたよね、あれね。早々と血のマスに負けたよね、2回戦で、はい。ヒグヒグさんは2回戦で負けました。チップに色、チップ色によって変わった、あ、それはね、多分ありますよ、はい。あの色がつけば、あ、チップの状態で変わりますね、はい。黒い方が硬いっていう人もいますよね。さあ、そして試合の方は上里哲也先行の501スタート、60キープ。さあ、続いてオフィシャル。さあ、60で帰ってきてくれたので、ここは60絡めたい、ハイトン欲しいですね。さあ、85点取ってきました。はい、ここで140しっかり取ってきました。さあ、大石駅、あ、ここは削りたい局面ですね。もう一本、99点。さあ、押し上げ、80点。トリプルに弾かれました。さあ、ここは大きい、気づいたいですね、こここそは。さあ、136残りに対して上里哲也161、これは60から、もう一本60、そしてもう一本60、118残りですね。これ大石駅は60からいきますね。大石駅アレンジうまいので、116、これもう一本60ですね、はい。もう一本60です。決まればサブロック、ナイスアレンジ。じゃあ、これも60からですね。60、そして19ダブル。うわー、ナイスだー、おいしい、アイキー。しっかりと来たかってね、顔しましたけどね。いや、上里選手うまいですよ。あのテイクバックはね、少し雑みたいな感じするんですけど、リズムがいいですよね。なあ、60は抜群な正確性を誇る大試合。さあ、セブンマークで、
うん、なんかこう混雑しますね、壇上がね。確かに。さあ19カットからの18、そして20に戻る。 B クラウド松木、これ気にしちゃダメですよ。骨くるっていうか肘が動くんですよね。そしてそしてクリッパークリッパー、すごい。トーンエイティからホワイトオース、ホワイトオース、クリッパーやるな。さあインナー、インナーで最高ブル、インナーでクリッパブル3本で準クリッパ、準クリッパです。2本しますね、気合いてます。いや大石選手のこの入り出した時のですね、この連続感っていうのはすごいですよね。トンエイティからのうまうまですからね。うわークリッパからのツーマーク、こういうとこですよね。リズム、リズム大事なんでしょうね。さあ19オープンから10分、さあここでセブンマーク、ここは5本で加点してきます。さあここで7本で逆転してきました。さあ上原選手はまあそこまで慌てる展開じゃないですね。加点からのカットで対応できます。はい、加点からのカット、ナイスパス。さあ大石愛希、ここはオーバーしたい、ビッグオーバーですね。今日もですねギャラリーすごいですよね。はい、すごいですよねギャラリー。
前回のね京都大会も有料ギャラリーでは最多なんですよ。前々回ですけど。すごいですよね。有料ギャラリーで400人近いお客さんが来られてたんですね。関西地区もこうパーフェクト人気が上がってきたのかな。さあここで痛恨の60点イエッサと徹夜チャンスですね。ここも60、これはいただけない。さあこれは これでも上里選手気にしちゃいけないところですね。近いですね。ここは集中していかないといけないですね。さあ125点。うわどうした。この辺ですね。大石選手の気になる型ですよね。気になるパターンですよね。要するに、ポテンシャルはすごいんだけどこうミスも多いというね、大石選手の悪い部分ですよね。この辺はさあここで140取ってきました。179残り。さあ大石選手、これはアレンジまで行きたいですね。60か丸、もう一本60。そして20シングル、あ12でトップダブル選んでますね。はい、上里さんはいやいや綺麗に投げてるじゃないですか。上里さん選手上里選手なんで入るんだろうって、入る投げ方してると思いますよ僕は。はい、いやいや悪い投げ方じゃないですよ。全然抜けてるじゃないですか、フォローするの。ナイスアウト。上里哲也、大石 IQ 下してベスト8進出。お見事です。ナイスアウト。